はい、こんにちは、カワートレスタジオ亀田です。今日は腰が痛い人のね、腹筋のやり方を紹介しようと思います。まず腰が痛い人、結構ね、腰が痛い人って腹筋とか背筋が弱い傾向にあります。弱いんだけど腰が痛いからって腹筋も背筋もね、やらなかったら腰痛ってなかなか治らないんで、そういった方もね、もう1回2回少しずつでもね、腰が痛くないような腹筋を必ずね、やった方がいいです。まず簡単な腹筋は、例えば膝曲げて足を閉じるなり広げるなりして、こういう感じでね、起きる腹筋なんですけど、この時にここの腰の部分がね、隙間ができちゃうと、腹筋弱くて腰が痛い人は腰で痛んじゃうんで、こういう時にも腰が痛いんで、そういう人はね、足を上げてここの腰の部分がもうつくような足の位置、この辺だったら少し浮いちゃうんで、もう少し上げていくと腰がね、床につくポイントがあります。そのポイントで腹筋をします。こっからふーって起き上がらなくてもいいんで、こっから息を吐きながら、首とかね、腕に力が入らないように上がれるところまで上がったら戻ります。で、戻った時に全部戻っちゃうと、ここの腰がまた浮いたりするんで、全部戻らないように、頭が起こした状態からぐーっと起きたら戻る、戻る、戻る、といった感じでやります。だいたい息を吐きながら起き上がって3秒ぐらいキープしましょう。キープしたら戻って息を吸います。戻る時も全部戻るんじゃなくて、上がった分戻る、上がった分戻る、ちっちゃくね、動きます。はい、お疲れでした。今みたいな感じで腰がね、浮かないように床につけた状態で腹筋を力まないようにやるとですね、腰が痛い人でも腹筋ができます。腰が痛いからといって腹筋をしないんじゃなくって、できる腹筋がね、ありますんで、正しい方法でね、腹筋をしていけば腹筋しっかりつきますんで、腰もね、痛くないんで、こういったね、やり方をやってみてください。1回2回少しずつね、力まないように頑張って回数を増やしていきましょう。今日は腰痛の人の腹筋のやり方でした。ご視聴ありがとうございます。はい、こんにちは、亀田です。今日もね、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではダイエットや筋力トレーニング、そして勉強になることやね、面白いこと、そういった動画を上げていっています。だいたい毎日1本ぐらいは上げていく予定ではあります。皆さん、よかったらチャンネル登録をしておいてください。そして、コメントなんかをね、いただければ、皆さんのね、要望に合った動画を作ったりしますんで、皆さん見た後はね、高評価とか低評価とかコメントをね、いただけると嬉しく思います。よかったら、チャンネル登録をしておいてください。このままね、何か動画に行きたいなと思う方は、こっちにね、2つ動画を上げてますんで、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。